おはようございます。祇園祭トーク2020。おはようございます。山田昭弘です、今年はいつもと違う祇園祭をいつもと違う形でラジオカフェからお送りしています。今日は7月31日。7月に入って金曜日毎週朝10時からお送りしてきました祇園祭トーク2020も今日で最終回ということで、今日は今年の祇園祭を振り返ってということで、祇園祭をめぐっていろんな活動をしている方たちがおられますが、今日は4組プラスアルファの方にお越しいただいて、お話を伺おうと思います。これから1時間ほどどうぞお楽しみください。はい、改めましてナビゲーターの山田昭弘です。今日はですね、本当たくさんの方に、ご参加いただいているんですが、まず、子どもとさんというグループ、子どもとっていうグループで子どもたちのために祇園祭の、体験、の機会を、作っている人たち、それから、美しい京都、新町通りの吉田さんとこの京町屋を舞台にして、祇園祭り、その他、京都の京町屋の生活文化を、伝える活動をしている、方たち、そして、祇園祭りゴミゼロ大作戦、祇園祭りで出る、たくさんのゴミをなくしていこうという活動をしている、皆さん、そして、まだお越しになってないですけど、京都大学の、持続可能な開発、目標という、SDGs という、活動をしている学生さんたちにも後ほど来ていただきますということで、それではですね、まず子どもとさんから順番にこれまで、まあ、どういう目的でどういうふうに活動をこれまでしてきて、で、今年はこういう、状況の中で、いつもと同じことはできないから、皆さんはいつもと同じことできなかったと思うんですけど、できないからこういうふうなことをしました、というふうなご紹介をまずいただきたいと思いますが、山本さんからお願いした方がいいのかな。はい。はい、お願いします。はい。ありがとうございます。おはようございます。はじめまして、子どもとの代表をしてます、山本あかりと申します。今日はこのような場に呼んでいただいて、とても楽しみにしてました。いいえ。楽しんでください。お願いします。はい。私たちは、子どもと行こう祇園祭っていう取り組みを2017年から始めてるんですけども、その時のメンバーが今のメンバー全員なわけではなくて、割とメンバーいろいろ入れ替わったり、外の人と一緒に共同しながら、なんか柔軟に活動を続けてきてます。で、最初に立ち上げたきっかけっていうのは、私自身京都の出身ではなくて、初めて祇園祭りに当時4ヶ月の子供を連れて鉾が立った直後のお昼間ぐらいに、うん、行ったんですけど、その前にも周辺の母たちから祇園祭り行きたいんだよって話をしたら、あそこは子連れで行ける場所じゃないからやめなっていうたくさん言われて、それでもどうしても見たくて、まあ余裕のある時間帯に行ったんですね。もうすご素晴らしいものだな、山鉾ってこんなものなんだっていうのを目の前で見た時に、まずすごく感激したんですよ。で、これを京都の母たちは子供に見せないのかと思った時に、一つすごいショックで、なんかしたいなと思ったのがきっかけだったんですよね。で、何をするかっていうのもその当時決まってなくて、でも私も子供がちっちゃかったこともあって、土地勘もなく、町のどこで授乳ができたりおむつを替えられるのかが当時分からなくて、なんかそういうお出かけのハードルを下げるだけでも、まずみんな行けるきっかけになるかもしれないなと思って、そういう子供ステーションっていう、小さい子のお世話ができるステーションを作ることから初年度は始めました。で、それをまず一回やってみたときに、たくさんの方の利用者ありまして、で、嬉しい声もいただいたんですけれども、自分もこう関わるうちに祇園祭ってことをみんなまずどんなお祭りか知らずに、とりあえずまあ夏祭りの一つとして遊びに来てる方ばっかりが目について、これはもっと京都の子どもや親御さんたちに祇園祭ってそもそもどんなものなんだよっていうのを、なんかこう優しく伝えていけることをしないと、なんか祇園祭りのボトムアップに貢献できないような気がして、うんうん、で、次からワークショップに注力するように活
活動を始めて、で、子どもステーションは初年度は子どもとがボランティア募集して運営していたステーションがメインだったんですけど、子どもステーション自体は周辺のお店さんに協力していただいて、子どもとはまあスタッフとか出さずお店さんに全部運営はしてもらって、私たちはワークショップ回してっていう形で去年まではやってました。でそのワークショップで、はい、一緒にやってたのが、はい、河合敦子さんとか吉野直子さんとかなんですね。相川さんは去年そのワークショップ一緒にガンガン動いてくださって、うん、でお隣ラボの吉野さんは子どもステーションとして場所を提供してくださったりしてたつながりからつながりました。はい、じゃあその去年までやってたワークショップの話をまず河合敦子さんから伺おうかな。河合さん。すいません。どうもどうも。後ろは何です？二条城ですか？これは鴨川です。大好きな。はい。下の方が映ってない。か空ばっかり。空ばっかり映って、すいません。はい。私も子供がいまして、はい、で私もあの山本さんと一緒で京都の出身ではなくて、まあ、外から京都にやってきて、本当に最初は祇園祭って本当に賑やかな、なんかあの露店がいっぱい並んで、まあ、派手なお祭りだなっていう感覚しかなかったんですけれども、子供が小学校で、まあ、1年かけてじっくりと祇園祭りのことを学ぶっていう学習がありまして、でそれと合わせてちまきを売らせてもらう体験をさせてもらったんですよね。でそれでなんか私も今まではあの本当に夏祭りとしての見方しかなかったんですけれども、それをきっかけになんか結構ストーリーとかいろんなことを裏にこう隠されてるいろんな歴史とかあの思いを知ると、本当になんか今まで見えてきてた景色がなんか一変すると言いますか、なんかこう一つ一つのものの見方も変わってきて、で本当になんか面白いなっていうふうに思ったんですけども、でその体験をやっぱりあのもっとたくさんの人にしてもらいたいし、子どもだけじゃなくて知らない大人にも子どもをきっかけにして、そこを入り口にしてなんか今更聞けなかったこんなこと聞いてみたいみたいなことのなんかこうちょっとハードルを下げるようなこともワークショップをすればあの叶うんじゃないかなと思って、去年一緒に山本さんと、まあ、ちまきを作るですとか、あと、まあ、ちまき売りの体験もさせてもらったりとか、あと八坂神社を巡ったり、祇園祭りあのギャラリーの方で鉾を実際に見たりとか、そういったあのワークショップを一緒にさせていただきました。でまあ、それで 見聞きしてきたことが今年の春子の祇園祭りのストーリーにも生かされてるっていうことですよね。はい、でその、春子の祇園祭りにつながる、紹介もしてく、どなただ、民生さんのことを、はい、知ったはって紹介してくださったという吉野さん。はいはい、先ほどの山本さんのお話では、その子どもステーション の、あのお手伝いを最初にしはったっていうことなんですか？そうですね、子どもとさんで、その子どもステーションを2018年にされてるのを、新聞で見て、わあすごい素敵な活動と思って、ちょうど私もその子供連れで働けるコワーキングスペースっていうのをその頃に企画し始めて、やり始めた時期で、今日はそこにいるんですけどね、こういう場所にそこにいるんですけど、あの、こう場所があるし、で、ここの場所は、あの、下行の、ちょっと保護町とはちょっと離れてるんですけれど、もともと私も生まれ育った土地で、その、有林小学校っていうところのすぐ近くですよね。はい。で、まあそういう少し離れてても、祇園祭りに関心のある人とか、保護町じゃないと参加できない、保護町の子供じゃないと参加できないっていうのが、まあまあ私の子供の頃の意味ですけど、そうじゃなくても、参加できるような時代になっててほしいなっていう気持ちもあって、ちょっと離れてるけど、子供ステーションやらせてくださいっていうふうに名乗り出て、で、昨年、かわいい、赤いフラッグをね、つけさせてもらって、子供ステーションで名乗らせてもらってたっていうのはあります。で、今年は、なんかどんな活動されるのかなっていうのを話してる中で、そのお話を、作っていきたい、で、お話に乗せて紹介していきたいっていう話があって、で、たまたまそのお話とか、その子供たちに、こう、伝えていけるものに、関わりたいっていうことをその民生さんが言ってたっていうのがこうリンクしたんで、ちょっとつなげてみようかなっていう、はい、そういうことをしてました。それでつなげていただきました。なるほど。
で、つないで、つなが、思わずつながったタミオさん。はい。思わずつなげていただきました。はい。ありがとうございます。お話が来たときに、タミオさんは、どない思いました？あ、そんな話。やりますっていう。やります。もう一瞬で、一瞬でやります。はい。一瞬で。はい、それはいつ頃やったんですか？ 4 月、5月。6月くらいでしたっけ。あ、6月も入ってない。もう私が多分吉野さんと今年どうするんですかみたいな話が多分3月ぐらいでしたっけ。そうそう、自粛でもうみんな家にいるよね、はい、ステイホームっていう時にズームして、はい、そっからトントンとって感じでしたね。そうなんです、そうなんです、ね、4月とかかな。タミオさんと最初につなげていただいたらめちゃくちゃ時期が曖昧ですけど、いやいやいいですよなんかもう 2,3 年知ってるような気がしてるんでそれぐらいこの数ヶ月は濃かったわけです。濃密やったわけですね。濃密でしたね、はい、うん、一緒に暮らしてんじゃないかなみたいな錯覚がたまになってましたずっとリモートでやり取りしながら詰めていったわけですか、この物語って。リモートです、はい。実際にフィールドワークとかはもう去年の祇園祭りまでに見聞きしてきたことを元にして。のことがあったんですけど、佐々木美久さんと民生さんは、佐々木さんは今京都にいらっしゃらなくて、本当だったらこの夏フィールドワークしに一緒に来る予定だったのが、こんな状況で来れなくもなり、で、民生さんと吉野さんと私と3人で、再度ちょっとこう、なんでロケハンみたいなのは直接しに行って、うん、で、春子がどこの小学校に通ってるようにしようかなとか、うん、どこからお囃子聞こえてくるかなとか、うん、この路地のあるこんな雰囲気に住んでてほしいなみたいなのを、なんかそれは現場でちょっと案を出しました。なるほどね。呉服屋のおじいちゃんおばあちゃんとかね、はい、寿司屋のお兄ちゃんとかね。はい、落語小学校なのに榊が出てこなかったっていうのは私はちょっと残念だったんです。すごい知識不足で申し訳ないです。はい、いやいやいや、まあ、まだこれからバージョンアップしていって、ゆくゆくは絵本として出版とかしてくれたらいいなと私は思ってますけど、はい、そのイラストを描いてくださった佐々木美久さん。はい、よろしくお願いします。はい。私はもともと山本あかりさんと、まあ、出身が北海道で、うん、友人同士だったっていう。何同士？友人同士で、あ、そうなん、はい、同級生みたいな。で、うん、あかりさんが引っ越しして京都に住むようになって、うん、そういう子供との活動をしてるっていうのも知って、こう陰ながら、あ、すごい応援したいなって思ってた時に、ちょうどこの先ほどおっしゃってた2017年の子供と行こうっていうマップのイラストをまず描かせていただいたっていうのが、まあ、一つの縁で。なるほど。はい。で、今年度、その私自身京都には好きで何度も行ってはいるんですけど、祇園祭りを見たことがなかったので、うん、これは見なきゃっていうのが2020年だったんですけれども、うん、それがまあ叶わず、なので私は全然ちゃんと体感してない身なのに、ぜひ見ろって絵を描いてしまったと、はい、声かけていただいて、これはちょっとなんかやらねばっていうか、なんでしょう、こう住んでもいないし祇園祭りを知らないっていう立場で何かこう込められるものとか、まあ、読者に感じてもらえる、私も一緒にこうなんか感じながら作れるかなっていう気持ちで、取り掛かったという感じです。なるほど。まあ、そういう形で始めた、春子の祇園祭りっていうノートの記事っていうのが一応今朝完結したということなんですけど、まあ、皆さんやりきった感と、それからまだまだやり足りなかった感っていうのがあると思うんで、そのあたりを後半にまたお話しいただけたらなと思います。ひとまずありがとうございます。ありがとうございます。では続いて、ゴミゼロ大作戦の太田さん。はい、おはようございます。はい、まあ、ゴミゼロ大作戦って いつからやってましたっけ、ゴミゼロ大作戦は。ね、祇園祭りゴミゼロ大作戦は2014年、ちょうど後祭りが復活した年からスタートさせたんです。で、まあ、もともとも今年で7年目の活動になるんですけれども、まあ、祇園祭りからゴミが出てる、まあ、たくさんのゴミが出てるっていう、こう言い方が適切かどうか難しいところなんですが、祇園祭りって神事のところにはちゃんと責任を持って運営される方、まあ、主催者の方いらっしゃるんですけれども、特に宵山の時は
まあ、露天商さんが並んだりだとか、私有地でいろんな、まあ、もともとお店をされていて、その目の前でたこ焼き、あ、焼き鳥とかね、ビールとか販売されたりだとか、まあ、とにかくそういうお店を全て合わせると、だいたい今のところ900から1000ぐらいのお店が街中にずらっと並ぶんですね。で、まあ、僕が学生の頃、まあ、他県から京都に来て、で、最初、宵山を楽しみに行ったら、まあ、上向いて歩いたら綺麗なんですけど、下向いて歩いたらゴミだらけみたいなことが、うん、まあ、長らくこう続いてきていて、で、まあ、それが観光客の皆さんがこう増えると同時に比例して、ゴミの量もどんどん増えていってるっていう、こう、まあ、現実があって、だこのゴミをどうにかしないとって、みんな多分少しずつ思ってるんだろうけれども、結局何もできずに来てたっていうのが、まあ、長く続いてきてたんですね。で、あの、ゴミ拾いを良くする活動なんかも随分広がってはいたんですけれども、結局、範囲が広かったり、もう来客、まあ、あの、来られるお客さんがすごく多かったりで、やりきれなくて、最終的には、あの、露天商が、あの、なんだろうな、雇っていらっしゃる製造業者さんたちがバーッとやったり、あとは町内の方が朝までですね、かけて、まあ、特に巡行の前の日になるので、巡行に向けて、夜を徹してその清掃するというようなことをされていて、町内の皆さんは、ね、お住まいになられていて、神事にはさもちろんね、ご参加されてますけれども、でも結局、ゴミを出してない人たちがゴミを片付けたりだとか、うん、このゴミの最後の処理のコストっていうのは誰が負担してるかっていうと、山鉾連合会と露天商なんですね。うんうん、なので、売る人は売りっぱなしだし、それを買って食べる人はそのまま捨てっぱなしでそのままだし、それを最後処理するのはゴミを出してない町内の人で、あとはゴミの原因を作っている露天商だったりするんですけれども、まあこれは本当は誰が責任を持つべきなんだろうみたいな議論のスタートをしながらも、まあゴミ拾う活動、出てきたものをどうにかする活動っていうのはいくらでもあるんですが、そもそもゴミが出ないような仕組みを作らないと、これから100年ね、200年長くこう続けてもらえる祇園祭になるためにするためにも、宵山のその風景を変えていくような仕掛け仕組みが必要だなということで、2014年にスタートをさせて、で特に特徴的なのが、その露天商さんたちに使い捨て入浴じゃなくてリユースできる食器、流食器でこう販売をしてもらうと、まあ、ゴミを最後出てきたものをどうするかというよりも、そもそもゴミが出ないような仕組みというところでいくと、その流食器を導入しているというのがかなり大きなポイントなんですが、ただそれも2日間で20万食ぐらいの話で、だいたい推計すると、2日間でだいたい200万食ぐらい出てるんですね。うん、そう、それは1割ってことね。そうで、基本的に皆さん1本ずつぐらいペットボトル買うじゃないですか、1日1本ぐらいね、うん、あの熱中症対策も含めて、まあ、それを1アイテムと考えたらですね、それ以外にたこ焼きや焼きそばや別のものも買われたりだとかすることが、串物もあるしね、串物もあるで、4年前にですね、ゴミの調査をしたんですね。祇園祭の宵山の時にどんなゴミがどっから出てるのかなっていう調査を、うん、まあ、毎年してるんですけれども、うん、ちゃんと経路をつかもうと思って調査したらですね、露天商が一番の悪の元凶だってこう一般的に思いがちなんですけれども、露天商由来のゴミっていうのは4割弱しかないんですよ。あ、うん、で、その他は街中のその私有地の出店者や、うん、コンビニやファストフード、街中で運営されてるファストフード、うん、あとは持ち込みのゴミだったりするので、うん、露天商さんを別に応援する私はわけではないですけれども、でも結局このゴミをなくそうと思ったら、露天商だけ対策してもがさんたちがね、中心的にこうやられても絶対、うん、あ、それは全然ゴミの元に立つことにはならなくてですね、結局街でこうなんていうか、宵山の時に乗っかって商売しているたりだとか、まあ、一人一人生活者、消費者、あそこにお越しになられる方々がみんながですね、ゴミを出さないにどうしたらいいかなっていうことを考えないと、まあ、ゴミをなくすことっていうのは相当難しいな、まあ、ゴミゼロ大作戦って名前つけてますけれども、うん、で街中に、まあ、それまで我々が活動する前までは1400箇所ゴミ箱が置いてあったんですよ、うん、とにかくゴミ箱がたくさんあればゴミは散乱ゴミなくなるだろうというので、祇園祭クリーンキャンペーンっていうのを長らく30年ぐらい、うん、KBS 京都さんや京都新聞さんもいろんなとこ関わってやられてるんですけれども、まあ、それはそれで大切な活動なんですが、結局ゴミ箱を管理する人がいないので、もうあっという間にゴミ箱がいっぱいになってそれが崩壊していく。でこっちのゴミ箱が崩壊したら隣のゴミ箱も崩壊するみたいな、で全体的に全部崩壊してってですね、街中全部がゴミ箱になるみたいなことが長く続いてたんですね。それをですね、1年目にこう全部で50箇所にするっていうことをこう
提案をさせていただいたんですが、最初もうお町内の皆さんもですね、そんなんでそれは無理に決まってるでしょうと、うん、いうようなことで、逆に言うとこの人は何やんやんみたいな話で、あのちょっと怪しさを醸してでも結局いろんな小さなイベントからですね、野外のロックフェスティバルからいろんなところで実はこういう、うん、どうやったらゴミ減らせるかなって実験、うん、でそういったどうやったら産卵ゴミ減らせるかなっていうことをやってきたことが、うん、まあこういう祇園祭規模の祭りでも、うん、あのできるんだなっていうことが分かって、うん、まあその年から産卵ゴミ、まあ、かなり激減したんですね。ただこれには裏には2000人の超えるボランティアの皆さんがですね、毎年あの京都だけじゃなくて全国また留学生なんかも参加をされてたりするので、うん、あのゴミをなくすって活動だけども、こちらでまあゴミ拾いをメインにはしているわけではないですけれども、どこにゴミ箱があるかというその、まあ、エコステーションを街中に50箇所つけて、こちらにあの燃やすゴミですよとか、留守期返却はこちらですみたいなことを呼びかけてるんですね。で、まあ、それが功を奏して、お客さん自身が自分のゴミは自分でこうエコステーションに持ってくるみたいな、そうとか食べ終わったものは食器は返却するなんていう行為がね、あの日常的にはなってきたんですが、あのそもそものゴミを減らすというところでいくと、まだまだ減らせる余地はあって、でさらにただ我々の活動もその1回このね、宵山の2日間をやるのにですね、2000万ぐらいかかってるんですね、うん、活動するのに年間でね。でさらにゴミを処理するお金だとかもろもろ考えたらですね、その環境に入、まあ、あとはボランティアさん2000人に支えられてるので、これもし人件費換算したらですね、大変なそのお金をかけて祇園祭のゴミの原料をこうとか産卵ごみの対策をしているという状況なので、しかも我々協賛金や寄付金や京都市からの補助金で運営をしているんですけれども、で来年、まあ、今年なんか特にそうですが、あのこういうコロナの状況になって、まあ、なかなか、ね、どういうふうに運営するかっていうのは決めきれない。ただ一回途切れるとですね、なかなかまた次協賛や寄付を集めるのが難しくなるので、今年はその露店が出ないということが決まったのが、いや露店が出ないということも最後まで決まらなくてですね、うん、まあ、矛を立てる立てないというのが大きかったんですけれども、うん、とはいえ4月の末の段階で大体の方向性は出てきて、で最終的に矛を立てないって連合会さんがおっしゃったのは7月の頭なんですね。でもその中でもですね、まあ、その最低限ゴミ拾いの活動だけもしようかということで、今年は拾い焼きの活動を1日200人のボランティアさんとともにやったんですが、まあ町内とても綺麗でですね、そういうものはもうほぼほぼないという状況で、でもそういう活動を今年はしますということで、でもそれでもいろんな方に応援いただいてですね、なんとかそのお金を集めて、でも来年これがお金例えば全然集まらなかったとかなると、持ち出してやることもなかなか難しいので、今年はうちら活動できないんですって言うと、あっという間に元のゴミだらけの祇園祭に戻ってしまうっていう、まだ軟弱な仕組みでしかないので、まあ、制度設計含めてですね、みんなでこう考えていかないと。太田さん、どんなことを考えているかはまた後半にお話しいただけたらなと思います。じゃあ、美しい京都の谷口さん、相澤さん、お待たせしました。まず谷口さんから、美しい京都ってなんだっていうお話をしていただきたいと思います。あれ、谷口さん行方不明。じゃあ相澤さん。じゃあ相澤さん。谷口さん、おはようございます。いや、わかんないけど、まあ、打ち合わせでは谷口さんが美しい京都ってどういう組織なのかっていう話をしていただくはずだったんですが、行方不明なので、相澤さん、今事務局長ということですが、今美しい京都、特に吉田さんのところを舞台にしてやってる活動っていうのは、祇園祭りの、まあ、後祭り、屏風祭りはありますけど、その他を含めて年間どういうふうなことをやってはるのか。はい、ですね、二つ大きなものがありまして、はい、2、3ヶ月に一回、吉田塾というのをやってまして、はい。はい。で、先生の講義を聞きつつ、吉田先生の美術品を見ていただきながら、うん、吉田家を楽しんでいただくと、はい、いう形をしてます。で、それが今人気で24、5名の方が毎回来られます。うん、で、遠方は東京の方とかもいらっしゃいますので、うん、かなり人気です。で、あとはその続きで引き染めの日、はい、まずの引き染めの日は20日、はい、20日に全国から50名近くの方が予約を入れてくださって、はい、吉田塾特別バージョンということで引き染め大会を2階で楽しんでみたり、下で楽しんでみたり、引き染め楽しんでみたりということ、特別バージョンが1つあります。はい、で2つ目の柱が吉田家の見学
一応文化財に行きますので、はい、実際吉田先生、はい、奥で住んでますけど、はい、見学の予約を受けたまわらせていただいて、見学のご案内を私がさせていただいているということで、学校単位、個人単位、あと企業単位でいろいろ、そうですね、コロナが始まる2月まではかなりの週3回、4回ですね、うん、の多くの方がいらっしゃっていただきましたので、今はちょっとコロナですので1ヶ月 1組2組あればいいかなっていう程度になってますね。あ、コロナで、はい、なんていうか縮小はしてるけど、はい、全くやってないわけではない。はい、予約は受けてるけど、ね、突然前日にやっぱコロナの数字見てこないとか、うん、そういうのはあるので寂しい感じはありますね、はい、吉田塾は今はストップしてる、はい、ですね、2月に最終やって、うん、4月、6月、引き染めと中止になってます。なるほど。で、次が10月なんですけど、はい、ちょっとまだはてなですね。なるほどね。はい。はい、谷口さん、戻ってきはったかな？聞こえてます。ネット、あ、大丈夫です。聞けてます。はい。で、そういう活動をしている、まあ、活動の内容について、うん、昨今の活動の内容について、恵美子相澤さんからお話しいただきましたけど、そもそも美しい京都っていうのを立ち上げて、はい、っていう、いつ設立でしたっけ、NPO としては。2002年なんです。はい。もう18年ぐらいなるんですけれども。はい。まあ、私が谷口さんと最初にお会いした歩いて暮らせる街づくりが2000年ですから、その直後ですよね。そうですね、うん、で先ほど山田さんからもご紹介ありましたけれども、山奥連合会の元理事長の吉田浩二郎先生、今私のラジオをお聞きの方は分かりませんけど、背景 に、はい、背景にこれが吉田家の町屋なんですけれども、うん、実はですね、この町屋ですね、今ちょっと背景変わりましたけど、なるほど、はい、これ昭和50年頃まで、30年半ばから50年頃までいわゆる看板建築になってたんですね。で今は本当文化財にも指定されてる町屋ですけれども、うん、1階にはテナントが入り、シャッターがついて、車までの駐車場まで、取り付けられてたってね、そんな町屋にでした。で、まあ、それを吉田浩二郎先生が東京で、お仕事されてて、まあ、美術家なんですけども、で戻ってこられて70年代後半ぐらいから今のこの形に、復元するというか、まあ、元通りではなくて、まあ、想像をされてる部分もあるんですけども、うん、まあ、京町屋のスタイルに戻されたという、うん、でしかも、まあ、もちろん吉田浩二郎さんこのお家で生まれ育ったはったから、そうです、だから子供の若い頃まで見てきた記憶はあったんですよね、まあまあ当然そうですね、まあ、写真もあったと思いますけども、うん、仲間とご一緒にこれを、奥様ともご協力されて戻されたという、多分京都のそういう町屋の、再生保存ではもうまさに先駆けの取り組みをされたんだろうというふうに思います。で、まあ我々は、その吉田浩二郎をボスにですね、スタートの時はこう町屋保全だけではなくて、美しい京都っていう名前ありますように、まあ、京都で、まあ、培われてきたそういう美しい暮らしの仕方とか、コミュニティの、あり方とか、まあ、そういうものを学んで、次世代に継承していく、もしくはその中からこれからの時代を作っていくヒントを得たいなって、そんなことで活動を始めました。で、はい、祇園祭りのこの屏風祭りにがっちり関わりだしたのはどうでしょう、ここ7、8年相澤さんね、ご参加いただいてからぐらいかもしれません。それまではもうずっと、うん、吉田先生のまあ、ちょっと谷口さん音声が切れていますが大丈夫かな。続きをお話ししましょうか。はい、お願いします。私もちょうどこれで4回目の祇園祭りなんですけど、はい、その6年前の時には吉田先生と奥様のお友達だとか古いご友人だとか、はい、同級生とかが皆さん助けてくださったんですよね、うん、やっぱり
年齢も上になってきますし、NPO のみんなが少しずつ関わるようになってきて、うん、今は完全に NPO のメンバーだけで、祇園祭のお接待なり、うん、設営ですね、をさせていただいてますね。うん、はい。で、まあ、今年は、北観音山はもちろん立たない、うん、巡行もない、うん、引き染めもない、はい、っていう中で、まあどうしようっていう話があったと思うんですけど、うんうんうん、はい、まあ結果的に普段とあまり変わらない屏風祭りを吉田さんとこだけ、ほぼ吉田さんとこだけでやった、はいはい、他屏風祭り私ほぼ全部の町内歩きましたけど、はいはいはい、まあやってなかったですよね、はいはいはい、これやろうっていうのは、はい、もうまあいろいろ悩まはったと思うんですけど、いや、全然悩んでないです。悩んでないんだ。はい、皆さんよくご存知の吉田浩二郎先生ですので、はい、特に私はもうコロナの時からずっと定期的に1週間に何回かは見学がなくてもお邪魔してて、はい、祇園祭りが中止になるかも、何かがなくなるかもっていうのが順次いろんな情報が入ってきた中で、うん、吉田先生はずっと一貫してて、こんな時やからやらなあかんと。はい、祇園祭り自身はやらなあかんと。うん、いうふうにずっと言ってました。で、はい、祇園祭りがなくなって山鉾立たないと言っても、はい、俺は屏風祭りをやるというふうでガンとして言ってましたので、はい、私たちも自然な流れでした。はい。はい。ありがとうございます。はい。では、ちょっと休憩というか、ブレイクを入れて、今日エコールド京都京都大京大の、学生さんお二人が来てくれているので、そのお話を、後半頭にお聞きしたいと思います。では、ちょっと休憩です。後半もお楽しみください。はい、改めまして山田昭弘です。では、祇園祭りトーク、最終回、今年の祇園祭りを振り返って、後半の最初はエコールド兄弟の、奥野さんと西本さん、お越しいただいてます。お待たせしました。奥野さん、奥野さんマイク入ってませんよ。はい、ありがとうございます。すいません。はい、おはようございます。おはようございます。はい、京都大学農学部の奥野真紀穂と申します。はい、エコールド兄弟がどういう活動をしていて、今年祇園祭りに絡んで巡ってどういうことをしたかっていうのをまずかいつまんでお話しいただけますでしょうか。はい、わかりました。エコールド兄弟っていう団体は、持続可能性とか SDGs に関連したイベントや企画を実施している団体なんですが、今回のこの祇園祭り期間はこのエコールド兄弟や、あと他にいろいろ社会人の方が協力してくださっている京都町 SDGs コンソーシアムっていう団体で、今回三和神輿会の方々にこの祇園祭りがの中でこの神輿巡行とか、神輿の渡御とか山鉾の巡行とか中心になった中で、どのような思いでいらっしゃるのか、また24日に行われた観光祭の代わりに行われた行列に実際に同行されるということで、それに一緒に同行してそのお話とかその様子を取材させていただくっていうことを通して、勉強会を開催させていただいたというのが今年の私たちがやった取り組みです。奥野さんは去年までの、はい、このエコールド京都での祇園祭りでの活動にも参加 してたんですか。あれは今年初めて。私は昨年エコールド兄弟でやっていた祇園祭りが去年創始1150年っていうのもある中で、その祇園祭りから学んで持続可能性を考える今月ジーズというプロジェクトを去年担当していました。で、去年はどういうこと。うん、その去年の今月ジーズっていう活動は、その祇園祭りがその1150年続いてきた中で、そのいろいろ例えば中断になったことがあったりとか、あと
その中でずっと継承されてきたところの秘訣であったりというものを各グループでそれぞれテーマを持って調べていくというものがあって、社会人と学生の人がそれぞれ10個ぐらいのグループに分けて、そのそれぞれテーマを持って調べていくっていうことで進めていきました。で、その中では例えばお囃子の継承であったりとか、先ほども言いましたその中断した時とか、ので開催できなかった時にどういうふうにその後復帰してきたのかっていうところを着目して、祇園祭りがどう続いてきたのかを調べるところ、また女性とその祇園祭りの関わりを調べるようなテーマなどもあって、1年約半年間そうですね、実際に山鉾町の方々にインタビューをさせていただいたりとか、アンケートを取らせていただいたりということをする中で、どういうふうに持続可能性につなげることができるかというものを調べてきました。はい、で今年は、その実際の祇園祭りの山鉾の巡行とかおみこしの渡御とかがなくなって、それでどうしようかって言った時に、エコールド教徒な兄弟の中でも、いろいろ、議論があったと思うんですけど、最終的にそのおみこしに着目をして、特に三和歌のおみこしを、取材をして、おみこしについて、しっかり勉強しようということになったわけですが、おみこし取材してんで、おみこしの代わりの、大間さんの渡御にも一緒について、奥野さんが一緒に歩いたんだよね。そうですね、私が24日、ね、11キロほど丸々歩きました。西本さんが、あれは三和歌の会所にずっといはったんかな。はい、そうですね。で、あさりみすず先生と2人で、中継レポートとか、はい、あるいはビデオ、レポートの、司会を、してくださったんですけど、はい、おみこしって祇園祭り、そもそもおみこしがあるで、3つもあるというようなことは多分それまで知らなかったと思うんですけど、そうですね、はい、おみこしに対して、どうでしたか。それはびっくりしたこといっぱいあったと思うんですけど、そうですね、おみこしについて全然詳しく知らなくて、やっぱり祇園祭りで注目されるのは詳しく知らなかったというか、おみこしがあるっていうことは知ってた。写真とかで拝見させていただいたことはありました。で、やっぱりいつもその山鉾に注目が行く中で、そのおみこしを担いでいらっしゃる方々にお話を聞くと、すごい熱い思いで担いでいらっしゃって、しかもとてもたくさんの方が関わっていて、しかもその祇園祭りっての位置づけでは、そのおみこしが神様を乗せて街中を巡っていただくということで、とても重要な役割を担っているのに、知らないのは本当にもったいなかったなと感じました。で、今年がっつり知れたわけですけど、はい、ぶっちゃけ、ああいうおじさんたちがおみこしを担いで毎年1回大盛り上がりするわけですけどそういうのを、特に女性の学生さんで、京都以外から、来られてると思うんですが、京都ってなんかこう雅なしずしずと上品なことをやってはるとこやなとか思う、そういうイメージかもしれませんけど、全く違う世界がそこに、あるわけなんですが、これを知った上で、エコールド京都あるいはコンチキジーズはこれからどうしていきましょうね。そうですね、今回のその旅長さんたちに実際にお話を伺った中で、熱い思いを持ってるっていう中でも、それぞれの人がその神様を見せたものをみこしを担ぐプライドであったりとか、その奉仕していただくことに対する感謝とか、それぞれがそれぞれの思いを持ってる中で担いでらっしゃるっていうのをすごい体感することができました。で、そういうなんか熱い思いを持って毎年毎年神事を行っていくっていうところは、その実際にこの私たちがその祭りとかそういう
それこそ私たちの毎日の生活とかの文化とかでも、なんかそういうことをずっと長く長く継承されていくところには、やっぱりそういう人の思いが、すごい大切なのかなというふうに、私はそこから考えまして、で、そういうこと、その思いを大切にしていくっていうことは、その実際にこの祇園祭りとかいうだけじゃなくて、もっと大きな枠で、その京都のがこれからどういうふうに持続可能にしていくのかとか、もっと違うことにも通ずるような学びになったかなと思っているので、今回その勉強会をやることで学ばせていただいたことっていうのを、この祇園祭りのことから学ばせていただいて、もっと違うことにも活用していきたいなっていうふうに思っています。はい、ありがとうございます。まあ、持続可能性っていう意味じゃ、祇園祭ってのは1151年、まあ、続いてきたわけで、まあ、並大抵の持続性じゃないんですよね。うん、僕たちの文明がこれから1000年続くかっていうと、甚だ不安やなと思うんですけど、でも、祇園祭り見てると、やっぱりこうやって、今日も子供と三美しい京都、ゴミゼロ、で、エコード京都、祇園祭りっていう核の周りに、いろんな人たちがこう集まって、いろんなことをやろうとするっていう、そういう動機づけになるわけですね。で、祇園祭りそのものの中にも、山鉾、みこしもあれば、山鉾もあれば、おちごさんもあれば、宮本組もあれば、もう宮町もあれば、もう山ほどの人たちが、それは楽しいから集まってくるっていうのは基本にある。なんかいいことやから集まるとか。だから、その祇園祭りが持ってる、まあ、神事だけど、で、毎年やる、義務的にやる部分もあるけど、でも根本的に楽しいっていうのが、その持続していく、なんか根っこにあるんじゃないかなっていうふうに思うので、まあ、もし、去年まで、そして今年の体験、実際の活動を踏まえて、来年以降こんなことしてみたいなっていうのがエコールド兄弟の中で、あるいは西本さん、奥野さんの中であるんだったら最後にお話をいただこうかなと。で、10時45分に戻らないといけないということなので、最後に一言、どうぞ。そうですね、はい、私は個人的にはすごくこの人が作り上げてきたその文化とかそういうところから学にそのをどういうふうに持続させていくのかっていうのが個人的にはすごく興味があって、特に京都はそのいろんなその文化的なものがたくさんあると場所でもあるの でそういう中で実際にそういうものを持続させていくために、それこそその人の思いだ楽しいっていう思いとかだけじゃなくって、なんかそれこそ日々どういうふうにつなげていくのか、実際にどういうふうに何をしていけばいいのかみたいなことまで考えていきたいなっていうのが思っています。はい、ありがとうございます。西本さん、西本さんはどうですか、来年以降こんなことやってみたいとか。そうですね、この去年今年学んだことをきちんと学んで発表する場っていうのをまだそのコロナの影響だったりで作れていないので、そういう発信する場を作って、来年その祇園祭りが開催された時に学んだことを生かした中で祇園祭りを楽しんでいきたいなと思っています。まあ、その学術的にその持続可能性っていうのを客観的にきちんと詰めるっていうのと、実際に持続してきたこの京都の文化っていうののリアリティっていうのをどういうふうにつなげるかっていうのが一番面白いところだと思うので、ぜひ頑張ってください。はい、はい、今日はありがとうございました。では子どもとさんに前に戻します。子どもさん、今年は山本さんに伺おうかな。まず山本さん、今年は、まあ、春子の祇園祭りというストーリーを作ったわけなんですけど、まだこれ自体も、なんていうかな、私はまだ中間段階というか、まだ完成品じゃないと思うっていう感想を持ってるんですけど、はい、これからどういうふうなことをしていきたいとかっていうお話をしていただけたらと思うんですが、はい、まず山本さんからはい、お願いしますか。はい、そうですね、おっしゃられた通りというか、これが完成と私も思っていなくて、これももともと
次、絵本化にしていきたいんですよね。これを春子の祇園祭りをそのまま絵本にするとも思っていなくて、まずその何を本当絵本として残していきたいのかっていうことをなんか吟味したくて、今年はそのこう修作作りみたいな年にしている気分です。なのでここからみんながそれぞれ思ったこととか伝えたいこととか、あの子供はこれからどんどん成長して、まあ、未来を担っていってくれる存在なので、その子たちに何を残したいかっていうことを もう一回ちょっとブラッシュアップしてプロダクト化していきたいなっていうのは一つ大きな目標です、うん、引き続き、まあ、実際のリアル体験してもらえるワークショップをやりたいなとか、あと去年からちょっとずつ始めたいと思っているのが私の祇園祭っていう、春子のじゃないんですけど、あの多分みんなそれぞれの祇園祭りがあるなと思っていて、そういう超個人的な祇園祭り体験みたいなのをインタビューさせてもらって、ちょっとテキスト化していくっていうようなことも引き続きやっていきたいなとかっていうのは思ってます。はい、ありがとうございます。子どもさんの皆さんの中で、これからのことについて、お話しいただける方はおられませんか？今マイクオンになってる吉野さんと民生さんなんですけど、はい、吉野さん。そのこの子供との祇園祭りの活動とかはちょっとあかりさんの発案で、はいはいはい、それにこう乗っかっててる感じなので、はいはいはい、でもあの引き続きあの活動をお手伝いしたいなと思ってるので、何かできることがあればっていうところですね。その一方で吉野さん自身が祇園祭に行かれて何、はい、かしたいこととかってあったり？個人でですか？いや別にいいですよ、無理やり言わなくていいですけど。そうですね、お住まいもその仕事場もちょっとね、はい、ほこ町から外れてるのもあるかもしれない。そうなんですよ、うん、なんかその今回のお話のことも関わっていきたくなったのは、こう鉾町に住んでないと、その鉾山鉾の立つ町を感じられないで、その外から見てて、こう今年何やってへーみたいな、足を運ばなくなってとかっていうんで、どんどんこう気持ちが遠ざかっていく。自分の子供ももう中高生なんですけれど、今年は祇園祭りないんやって、へー、じゃあ出かけんとこかってなってしまって、関心が薄れていく。つい数年前までもうあの御朱印集めるんだってもう毎日のように出かけたりとか、あと祭りみんなで見に行こうって言って、なんかエコヤタイ村に行くぞとかってお出かけするとか、そういうことが日常毎年の楽しみだったのが、どんどん気持ちが外れていくっていうところを、うん、まあ、これから先ね、来年再来年どうなっていくかわからないなっていうのをこうつなぎ止めていくためのお話だったり、うん、この絵本化だったり、その周りを巻き込んで何か活動していくってことが必要になってくるのかなと思ってます。そういうことに、はい、はい、関わっていきたいな。ありがとうございます。では太田さん。まあ今年はこんなやったわけですが、で街中ゴミ拾いしてみたら、まあゴミはあんまり落ちてないという普段の状況がよくわかった、まあ今年ではあったと思うんですが、まあ来年以降実際にその発生するゴミを減らしていくための、単にゴミが散乱しないようにするだけじゃなくて、発生そのものを抑えていくための、それも無理やり抑えるんじゃなくて、みんなが進んでゴミを出さなくなるような形っていうのを多分こう考えてはると思うんですけど、こんなことやってみようと思ってることがあればお話しいただけます？そうですね、まあ、アフターコロナ、ウィズコロナで宵山の形が どう変わるのかっていうのも、まあ、あるんですけれども、まあ、変わらないのか、まあね、ちょっと読めないところありますが、この活動を長く、私たちがいなくなってもゴミが出ないような、ね、仕組みを作らないと、まあ、いつまで経ってもこう形変わっていかないので、それはまあ今町内の皆さんや露天商含めてみんなで今議論を始めようとしているところなんです。で、まあエコステーションを街中に50カ所作っていると言いましたが、実はまあゴミのナビゲートはしているんですけれども、半分の活動はですね、実は観光客の皆さんから明日ここ行きたいんだけどとか、ここのホテルどこにあんのとか、この山やここはどこなのっていう、まあ、どちらかというと観光案内所化していて、まあ、おもてなしステーションみたいな多分役割の方が大きいんだなと、
それだけまあ京都に関心を持たれて、宵山に来られててですね、少しその、まあ、おもてなしも含めてなんですけれども、まあ、観光のあり方っていうのもいろいろ考えさせられるところはあるんですが、少し、まあ、この祇園祭自体、宵山自体の形の中でですね、まあ、なかなかその露天商さんたちもお商売であるので、排除するとか縮小していくっていうのは難しい部分はあるでしょうし、街中でね、このタイミングでやっぱりたくさん、まあ、ビジネス的にもちゃんとやろうということでこうやられてる皆さんたくさんおられるので、それを制限することもできないんですが、ただやっぱりこんだけゴミが出てる最後苦労してるたりだとか、コストをね未然に切ってる人がいるんだよということはみんなが理解した上で楽しむような、まあ、それあんまり考えながら楽しめるのかっていう話はあるんですけれどもまあそういうことを理解まずしてもらいたいなっていうのでね、ね、まあ、まずそういうのを知ってもらうことが重要だとは思ってますけどね、まあ、その案内所としてのおもてなしステーションとしての機能が実際は多くて、もしかしたらそこを前面に出すとより多くの人がステーションに寄ってくれて、ゴミゼロの情報もたくさんの人に、渡すことができるかもしれないですね。そうですね、ね、はい、ありがとうございました。では、美しい京都、谷口さん、相沢さん。谷口さん。はい、聞こえます？はい、聞こえてます。はい。来年以降、どうしましょう？それと、我々の活動はね、多分このまま続けていくんですけれども、今年度ちょっとびっくりしたのが、山田さんおっしゃられたように、屏風祭りやってる家が、ほんとなかったんですよね。うんうん、でこれね、結構危機感持ってましたね。そう。もしかしたら皆さん、祇園祭りを楽しみにしてはらへんかったのかなとかね、それぞれの家の方が、でそれいう意味で言うと、今日は子供とさんとかいろんな方がね、まあ、新しい方が祇園祭りをとっても価値を見出して楽しんでらっしゃるので、これ祇園祭りの形もこれから変わっていくというか、ある意味私も思ったんですよ。今年あぶり出されたのは、やらなあかんからしょうがなしにやってたけど、やらんでもええんやったらやりたくないことっていうのと、やるなって言われてもやりたいっていう、そういうものがなんか振るい分けられたような気がする。で、祇園祭りが持ってる本質みたいなもんがなんかこう如実にあぶり出されたみたいなところがあるような気がするんですよね。そうですね、でも新しい担い手が出てきた、もしかしたらこれは次の世代につながるチャンスかなというふうなことも思いますので、来年はぜひ子供とさんも太田さんとこもどうです屏風祭り。屏風祭りは別に花穂を並べるものではないので、本当そう、子供たちの絵を並べる屏風祭りとかもあってもいいですよね。ぜひ屏風祭りの世界にも新しい風をね、このここにいらっしゃる皆さんで吹き込んでいただいたら、とても嬉しいなと、そんなふうに思いました。というような提案がありましたが、子供とさん、特に屏風祭りっていうと絵を飾ったりするんで、もしかして佐々木美久さんまだおられたら。います。なんか屏風祭りってご存知、わかりますか？はい、勉強しました、今年。そうですか。でも本当にまあ、伝統的なものを見せていくっていうのもありだけど、その町の人たちが、その子どもたちもお祭りに関わってるっていうのをすごく感じたので、そうすればもっとこう関心も高まるし、もしかしたらその京都以外の人たちもなんかこう興味持ってくれたりとか、なんかすごいさらに広がるなって思いました。今谷口さんがおっしゃってた、その子どもの絵を例えば屏風に仕立てるとか、見てみたいし、というような話がありましたが、相沢さん、まあ、はい、今年その吉田さんのとこが屏風祭りの中心やっていうことが分かっちゃったわけで、はい、まあ、屏風祭りという文化を伝えていく上で、その場所、無名者吉田家っていうのがすごい大事になってきた。そうですね、どうしましょうね、来年以降。そうですね。私、今年の中でキーワードがあって、粛々と、あと継承っていうのがすごく
やってる後祭りの間ですごい思ったんですよね。祇園祭りの神事自体もそうですけど、吉田家という形、あとは屏風祭りという形を継承していくこと、あと今あの皆さんの言葉聞いたときに、継承下の方たちに、若い方に継承していく、知っていただくっていうこともすごい大事なんだなっていうことが今回痛感したので、うん、ちょうど GoTo キャンペーンと重なったんですよね、うん、でお迎えが三井ガーデンホテルさんなのですごい通りだったんですよ、21、22、23が、うん、で全然屏風祭りとか祇園祭りを知らない方が何ですかこれって来られたんですよ、うん、でそれですごいご案内をしたので全然知らない方に今回は逆に広められたなっていうので一個いい点がありましたね、うん、そうですね。うん、課題とすれば、やっぱり吉田先生がどういうかわからないですけど、屏風祭りはこういうものですっていうご案内を来年は紙で配ってもいいのかなっては思いましたね。うん、それであと皆さんが今は検索する作業をされるので、どん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 広がっていくのかなとは感じましたね。ということで、まあ、屏風祭りに絡んでも、うん、まあ、まだ新たにできそうなことをっていうのがいっぱい見えてきたかなと思います。うん、さて、終わりの時間も近づいてきました。南さん、お待たせしました。あれ、いや、南さん。はいはい、こんにちは。あ、どうもどうも。もう2分ほどしかないんですけど、はいはい、まあ、皆さんのお話を、お聞きになって、はい、南さんも、長らく文化博物館その他を通じて、祇園祭にもかかってきはったわけですが、はいはい、まあ、これからを展望して皆さんに一言。そうですね、はい、あの先ほど谷口先生もおっしゃいましたように、こう祇園祭りをこう新しくね、なんだろう、支えていくというと、ちょっとまだ皆さんがちょっと荷が重いんだろうなと思うんですけど、こう引き継いでいくというか、つないでいく、でそういう役割の方が、まあ、確かにずいぶん増えてきたんだなというふうに思いました。まあ、もちろんあの今ここに来ておられる方々以外にもですね、多分いろんな方々が多分その、うん、今、そういう役割を担い始めておられるのではないかなと。というふうに思うと、もっとあのこういった人たちがたくさんこう広くなんだろう、つながれるというんでしょうか、横つながりになって、その方々がまた通して祇園祭のことを知っていただけるような活動にこうつなげていけられなれば、なんかもっとなんか新しい祇園祭というのが見えてくるのかなというふうに私も思いました。そうですね、はい、はい、ありがとうございます。ということで、今年の、ラジオカフェがお送りした祇園祭り、祇園祭りトーク2020も、お別れの時間が近づいてまいりました。祇園祭りをめぐっていろんな活動をしてこられた皆さん、これからもしていく、どんなことを今年、感じて、来年以降につなげていこうかというお話が伺えて本当良かったかなと思います。今日ご参加の皆さんも相互に、新しいつながりができたら、この番組やった甲斐もあるかなというふうに思います。本当皆さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。祇園祭りの番組は、ラジオカフェ来年も、続けますので、どうぞ、よろしくお願いします。それではまた来年の祇園祭りでお会いしましょう。さようなら。ありがとうございます。